はい、ワッツアップ、こんにちは。本日もよろしくお願いします。前回の動画で左手のコンピューが大事で、それを極めるとジャズピアノを極めることができるっていうお話をしましたけれども、じゃあ具体的に練習方法を2つほど挙げさせていただきたいんですけども、まず今日は1つ目ですね。アメリカでよくチャールストンのリズムって言うんですけども、古い曲でチャールストンっていう曲があって、そこで使われるリズムパターンのことを指してよく言われてるんですけども、どういうリズムかっていうと、ワン、ツー、スリー、フォー、チャッツカン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 っていう感じですね。まあ、これがジャズピアニストのレッドガーランドとか、分かりやすいと思うんですけども、まあ、よく使われてます。まあ、有名な曲で、キャノンボールアダリーの、サッカーウォーっていう曲がありますけども、ワン、ツー、スリー、フォー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 、まあ、そんな曲、でこれまあちょっとついでなんでミソなのは、よくジャズでアンティスペーション先取りとかって話もしたんですけども、ワン・ツー・スリー・フォー、ここから始まってですね、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー、で次ヨドに行くときはワン・ワン・ツー・スリー・フォー、まあ、ここからまあ4拍目からベースラインが、もう次のコードのラインが始まってるっていう、まあ、ちょっと今回のこととはちょっとそれますけれども、まあでも大事なまあ、そういう気持ちですよね。もう先取りするっていう、まあ、メロディーとかハーモニーを先取りするっていう気持ちですね。まあ、そういうサッカーウォーとかにも使われてますけども、はい、それでは実際にチャールストンのリズムを使いながら練習してってみたいと思います。まずメトロノームを2 and 4で鳴らして、でコードは簡単な方がいいと思うので、2コードよくありがちな B フラット1小節 E フラット1小節2小節のバンプのパターンでやってみたいと思います。まあ、両方セブンスでいいのかな、 B フラット7 1小節 E フラット7 1小節みたいな感じですね。 簡単なソロをやってきます。こんな感じでチャールストンのリズムで練習するといいんじゃないかなと思いますが、まあ、やっぱり最初左手だけで、そしてシンプルなフレーズ、簡単なことだけやって、ですごく乗れてくるとどんどん自分が気持ちよくなりますよね。大したフレーズ、難しいことやってないんだけどすごく楽しくなっていって、まあ、それで少しずついろいろ遊んで足していっていくと、まあ、余計エキサイティングになっていって、まあ、それで体で分かりますよね。楽しくないとあんまり乗れてないし、気持ちよくなるってことは乗れてるのかなと。まあ、メトロノームが友達だと思って、まあ、ダンスしてるような感じですよね。まあ、楽しくなれば、どんどんリズムが乗ってるということで。すいません、一つ、まあ、ポイントっていうかヒントなんですけども、ガッツカガッツカって音と音のこれガッツカとこの鳴る2点だけを、やってるとなかなかちょっと不十分だと思うんですけども、リズムの一番大事なのって音が鳴ってない時にどう感じてるかっていうのすごい大事ですよね。で今だ言えばここで言えば、まあ、2つの2点しかないわけだけど、実はここの間に感じてるリズム感っていうのがすごく大事で、それが音で表現されると思うんですけども、だからダッダッではなくてダッツッタダッツッタダッツッタフォーダッツッタ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 、間の音ですよ。ガッツッカって、感じることが大事かなと思います。その感じ方人それぞれいっぱい、まあ、いく通りも何通りもあるわけですけども、まあ、それが個性であったり、その人だけのあなただけのものであったりすると思うんですけども、とりあえずダッツッタダッツッタ、そうすると、まあ、説得力がより、その2点の説得力が増すかなと思います。はい、今日は、チャールストンのリズムで練習していました。ありがとうございました。